はい、皆さんこんにちは。はい、これから30分ばかりですね、レックの通貫式講座に関するお話をさせていただきたいと思います。はい、担当はレック専任講師の伊藤でございます。よろしくお願いいたします。レックの通貫式講座コースとパック、それから単価講座でも申し込めますけれども、こちら今のこれからお話しする内容はですね、主にコース、初学者コース、それから必勝コース、それから通貫実務に特化した難関攻略、難関科目攻略パックですね、この3つに関しましてお話しさせていただきたいと思います。はい、この資料としましてはですね、ちょっとプレゼンターの写しますけども、資料請求すればこのようなパンフレットですね、通貫式講座のパンフレット、これをお届けすることになります。こちらのパンフレットの基づいてですね、お話をさせていただきたいと思います。はい、それではまずですね、基本的なコースである初学者コース、これについて、内容をご説明させていただきたいと思います。パンフレットの方では8ページですね、8ページちょっと開いていただきたいんですけれども、こちらの方に初学者コースとありますね。全66回かなりボリュームあります。内訳としましては、初学者コース入ると、ここから入るんですけどね、通貫実務対策講座、もうちょっと大きくしましょうか。通貫実務対策講座、貨物分類編、それから知識獲得講座、学問攻略講座というふうになっておりまして、次通貫実務対策講座、計算編、申告書編、そして申告書編ですね、それから後ろの方に行きまして、改正点対策講座、直前総まとめ、公開模試というふうになっております。これは貨物分類編というのは一番最初に持ってきてますけども、これは後で説明します配信日ですね、配信日が、こちらの貨物分類編というのは一番最初に来ているので一番最初に持ってきますが、学習の知識、学習を開始するにあたってはですね、まずはここです。知識獲得講座というものがありまして、ここで知識を習得する形になる。全26回、1回ごとの時間というのは2時間半ですね、2時間半が26回ということで、知識獲得講座によって、基本的な知識、ここを習得するという形、かなり回数あります。その後で学問攻略講座というものをやっていただきますが、まず、一番最初学習するにあたってですね、知識獲得講座、これはパート1からパート4まで分かれているんですが、パート4の関税法、これは2科目目に行われる科目になりますが、この関税法から、学習していただきます。この関税法はまず一番最初の方は基礎をですね、用語の定義などがありまして、そちらの方から始めていきますんで、基礎から学び始めますから、そんな難しい話を初めからするわけではありませんので、すんなりと学習入っていけるのではないかと思います。徐々にですね、いろいろな制度、難しい制度なども入っていきますが、それは順を追って難しくなってくるという形になりますんでね、知らず知らずのうちに通貫式試験の学習に、難しいものまでスーッと入っていけるというふうな形になっています。そして26回、先ほども申し上げましたように、かなり量はあります。十分な時間、あるいは十分な量を取っておりますのでね、質量ともにこの26回の知識獲得講座の方で、カバーできるのではないかと思います。パート1からパート4まであるというふうに申し上げましたが、パート1、パート2が、これは2科目目に行われる関税等に関わる知識の科目ということになるんですけれども、2科目目から始めます。そちらから始めた方が、通貫試験の学習を始めるにおいて全体的にですね、基本的なものが多くこの2科目目に存在するので、そこから始めていった方が効率的だということから、2科目目の関税法から始める。
関税法、それから関税定率法というふうにパート1パート2が2科目目に該当するもの、パート3になるとこれは通関業法と呼ばれている1科目目に行う科目に関する知識になる、パート4になると通関実務に関わるものになってくるという形ですね。ここでじっくりと基礎の知識を習得していただきます。そうするとその後で学問攻略講座というものがありますから、どれだけこの知識獲得講座の方で習得した知識が自分ご自身の頭の中に定着しているかどうか、これをこの学問攻略講座の方で確認していただくという形になる。この繰り返しですね、特にまあ学問攻略講座、できるだけまあ8割以上正解できるような形を目標にして解いていっていただきたいと思います。まあ、1回目はなかなか難しいと思いますけどね、2回3回繰り返すことによってだいぶだん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 定着していきます。まあ8割ぐらいの正解を取ることを目的としておりますのでね、8割程度正解が出ればね、合格基準である、まあ、通常6割ですけども、6割の合格基準を満たすのは全然難しい話ではない。学問攻略講座に行った場合分からなくなったら必ず基本知識である知識獲得講座の方にね、こちらに戻って確認をしてください。この繰り返し、これが1科目目2科目目においては非常に重要な学習方法ということになる。これは前半の方でこれをやっていただく。そしてそれぞれいろいろ講座がありますが、この講座はですね、一度に全て配信するわけではなくて、次19ページ見ていただきたいんですが、これ19ページまでちょっと飛んじゃいますね。19ページ、このような表があります。これ何かというと、それぞれの左側の方にですね、講座名が出ているわけですね。コースとそれから講座名があって、講座に関しましては必修コース、初学者コース、それから難関科目攻略パックともに全部同じものになります。同じ科目であればね。そして赤が書いてあるのはこの一番最初、これからいきますかね、こちらの方から貨物分類編というのがありますが、通関実務対策講座貨物分類編、これ3科目目に行われる内容を学習しますが、この赤で書いてあるのは上の方で11月の4日から配信開始だよという意味になる。知識獲得講座の方はもうすでに配信になっておりますけども、12月の9日から配信開始になってます。2つに分かれてます。これパート1の方がこちらの方の12月9日から、パート2パート3パート4、この3つのパートは後から配信になる。2月の3日から配信になるという形に、これもすでに配信済みになってますね。そして、次には学問攻略講座というものがね、学問攻略講座、これが配信という形になってきましてね、基本的には先ほどの8ページ9ページに戻りますけども、配信ごとにですね、配信の順番に従って学習していっていただければ結構だというふうに思います。前半の方はね、この学習に費やしてください。そして、3科目目の通関実務科目というのは、これは実は通関試験の合否を分ける分岐点と呼ばれているものになりまして、その通関実務に特化した講座が一番最初に出てくる、通関実務対策講座貨物分類編であり、こちらの方ですね、計算編であり申告者編という形になっております。この3つに関しましてね、そのうちの1つ、通関実務対策講座貨物分類編に関しましては、これは記憶を要する分野になりますので、配信の方もかなり早くなっております。したがってですね、知識獲得講座学問攻略講座に合わせてね、同時に並行してこちらの方も、まあ、少しずつで構いませんけどね、学習を早めに開始していただけたらと思います。そして、こちらの方、知識獲得講座と学問攻略講座の方で、
前半の部分1科目目、通関業法2科目目関税法等に対処します。そしていよいよ後半になってくると合否を分ける分岐点である先ほどの貨物分類編も含めて通関実務対策講座の計算編とかね、申告書編、というようなものも、まあ、これ、演習問題になってます。すべてこの2つは演習問題になっておりますのでこちらの方で、実践力をつけていただくというふうにしていただければと思います。貨物分類編に関しましてはですね、これは基本的な知識プラス演習問題というようなことになって、まあ、前9回のうちね、初めの4回は基本的な知識を習得する講座になっておりまして、あとの5回はこれ演習問題という形になっている。そして後ろの方にある改正点対策講座、これはですね、法改正がよく通関試験においては、まあ、関税法を中心に行われることが多い。そして、改正点部分に関しましては出題傾向が高いというところがありますので1回の講座をも設けているということですね。そしてこの最後直前総まとめ、これはかなり、まあ、配信の方も遅くなりますけどね、試験間近になったら今までやってきました学習の効果をね、見るために、特に1科目目2科目目ですね、まあ、2科目目が中心になりますけどもね、関税法等にかかる知識を中心にしたものをまとめているという形になって、最後模擬試験を行ってその時の実力を測る、そして足りない部分を最後補っていくという形で進めてください。以上が、まあ、初学者コースの内容になっておりますけども、先ほど申し上げましたように、配信スケジュールに沿ってね学習していっていただければ、何から始めていいかというようなことを迷うことなく、そのまま配信開始になって、しかもテキストはお届け、されますのでね、それに合わせた形で進めていっていただければ結構かと思います。ボリューム的にも初学者コースに関しましてはこれは66回ということで、かなりボリュームを取っておりますんでね、できるだけ、まあ、早めに学習を開始していただきたいと思います。66回で1回あたり1コマあたり 2.5 時間という形になってますんでね、できるだけ早い学習の開始というものを心がけていただきたいと思います。また講義の中ではですね、まあ、私が講義をさせていただきますけれども、その問題、例えば過去問攻略講座の場合は過去問に出てきた問題、それが、選択してですね、まあ、抜粋したものを載せておりますけれども、その問題だけではなくて、この問題はどことの関係があるよとかっていう形で横断的な解説にも心がけておりますので、応用力がつき、まあ、重要な、通関試験に出てくるようなポイントはどこなのかというようなところもね、まあ抑えていける、自然のうちにね実力がついていくのではないかというふうに思っておるところですね。はい、これが、まあ、初学者コースというものになってくるわけですね。それから次に出てくるのがですね、まあ、次といいますかボリュームはもうちょっと大きなものとしまして、これ6ページ7ページにかけてなんですが、これ必勝コースというものがあります。必勝コース75回になってます。先ほどの初学者コースが66回ですから、プラス9回、多くなんですね。必勝コースといってもですね、先ほどの初学者コース、これをベースにします。従いまして、初学者コースにないものはどれかということなんですけれども、初学者コースにないものはですね、ここにある緑色の部分ですね、こちら、ごめんなさい、こちらはあったんですね、初学者コースありました。紫色の部分の実践力パワーアップ講座計算編というものと、実践力
パワーアップ講座申告書編というものはね、6回3回という形で、こちらの方も緑色のところ初学者コースでもありました計算編申告書編同じものがあります。しかしもちろん同じ問題は一つもありません。実践力パワーアップ講座の方がこの通貨実務対策講座計算編申告書編よりも難易度高いものと見てください。もちろん初学者コースにありますこちらの方の通貨実務対策講座計算編申告書編でも十分に合格するだけの知識ね、これを習得することは可能です。プラスして難易度が高いものを乗っけているということになるわけなんで、この必勝コース75回のコースに関しましては、まあ余裕を持ってという言い方は変かも分かりませんけどもね、余裕を持って、その3科目目に特化したものを入れておりますのでね、合格の分岐点と呼ばれている通貨実務科目より高いレベルに達するようなものをプラスしているというふうに考えてください。これがまあ必勝コースというものになっておりましてね、特に通貨実務におけるですね申告書とか計算とかというようなものは多くの問題を解けば解くほど実力が上がってくるという傾向のものになりますので、こちらの方の必勝コースパワーアップ講座こちらの方もね、加えたものこれはそれだけ、通貨実務科目の実力がつくというふうに判断してください。しかしながら、やはり75回という回数になっております。初学者コースでも66回ありますんでね、66回の講義2時間半の講義をねこれをこなすというのはかなり時間が必要になってきます。さらに今必勝コースの場合は9回増えますんでね、よりそのこなすための時間というものは取らなくちゃいけませんのでね、必勝コースできるだけ早くね申し込んでいただいて学習を開始していただけたらというふうに思います。なお初学者コースと今出てます必勝コースこれに関しましてはね、金銭的なもの金額的なもの割引というものがありまして、こちらの方でですね7ページの方の一覧表になっておりますけれども、ちょっとちっちゃくなっちゃいましたかね、このような割引が早期割引というのがまず設定されています。対象になるのはこれは必勝コース初学者コースともになんですけどもね、ともに今この20年12月31日も過ぎてしまいましたけども、2021年になってからでも1月から3月の31日までに関しましては4万円の割引というものが用意されています。これは今必勝コースの方の割引というふうになってますけども、8ページ9ページの方の初学者コースに関しましてもやはり同様な期間ですね、同様な期間で、こちらの上の方はもう過ぎてしまいましたけども、早期割引21年の1月の1日から3月の31日までですね、やはり4万円という割引がねまだありますのでね、結構早めに申し込んでいただければこの割引というものを使うことができるということですね。そしてもう一つ割引の対象になるものがありまして、これが一番最後のページといいますか後ろのページですね、ここになります。お得な割引のご案内というものがありましてね、一番最後のページになりますけどね、これ業者割引と呼んでるものなんですけども、通関業者輸出入関連企業従業員割引ということで、その対象の業種というのはね、これちょっと細かくなっちゃいますけども非常に多岐にわたってます。
通関業者は当然のことながら輸出入、通貨業者とかね、走行業者、いわゆる輸入に関連している、あるいは輸出に関連している、貿易に関連している業者であれば、広くこの2万円割引というものをですね、割引化させていただいています。先ほど紹介しました早急割引、3月31日まで4万円という割引と、この業者割引2万円というのはね、これは併用できるということになっておりますのでね、ぜひともご活用いただけたらというふうに思います。はい、最後はですね、パックの方なんですけれども、コースではないんですけどもね、通関実務に特化したようなパックというものを金額的にお手頃の価格でですね、ご提供させていただいております。これはやはり8ページ9ページになりますけれども、下の方ですね、先ほどの初学者コースの下にあるもので、難関科目攻略パックと言われているものです。まあ、通関実務とありますけれどもね、難関科目、これは3科目目の通関実務が合否を分ける分岐点になりまして、しかも非常に難しい問題が昨今出題されているということがありますので、これに特化したものね、まあ、特に、2回目3回目、受けるような方なんかはね、1科目目2科目目はこれはなんとか自分でね、独学でも、合格基準である6割これを取る自信はあるよと。しかしやはり3科目目の通関実務は なかなか難しいんだよと、なかなか合格ラインに達しないと言われる方なんかがよく取られるものになりますけれども、通関実務金額的なものもかなり抑えてますんでね、3科目目を突破するためのものということで全23回というふうになっておりまして、内容的なものはやはり通関実務対策講座というもの、こちらの方は貨物分類編だけですね、があります。それから計算編と申告書編というのは先ほどの初学者コースとか、必修コースにもついてましたけどね、その部分がこちらの方になる。より難易度の高い実践力パワーアップ講座、計算編申告書編というものを設けていると、プラス改正点と直前総まとめ模試というものを入れているという形になってきます。これが難関科目攻略パックと言われているもので、1回目2回目、まあ1回目で受験される方はなかなかこれだけを取ると難しいかも分かりませんが、そうは言いながらもですね、実績としましては1科目目2科目目に関してはこれは、自分で独学でやっちゃったと、そして難関科目攻略パックだけを取って合格したというような強者もねいらっしゃいますんでね、まあ、金銭的なものも考えて、こういう地の方をね取るという方も結構いらっしゃいます。そして、配信日に関しましては先ほど19ページの方をご覧いただきましたけども、この通関実務対策講座貨物分類編、これはもうすでに配信開始になっておりますし、さらにこちらの方の実践力パワーアップ講座の申告書編というのもね、結構早めに開始になります。ちょっと19ページもう一度見てみますけども、こちらの方ですね、下の方、これが難関科目攻略パックになってますけれどもね、貨物分類編早いです。で、パワーアップ講座の申告書編というのも結構早いんですよ。3月の24日から配信開始になってますからね、ですからもう申し込まれても学習することが学習内容がないということにはなりません、なりませんのでね、どうぞこちらの方もね、早めに申し込みいただけたらと思います。でこの難関科目攻略パックに関しましてやはり2回目3回目受験されるような方が多く取得されますんでね、まあ、実績としましてやはり難関科目攻略パックで合格される方は結構いらっしゃるということになります。
それから、この講座に関しましてはコース、パック、それから単価講座含めてですね、これは、全て通信で行っています。生講義というものはないんで、これ質問できなくて困っちゃうなというふうに思うかも分かりません。そういうような方がいらっしゃるかも分かりませんけども、ご安心ください。これは教えてチューターというレック独自のですね制度がありまして、メールによって質問することが可能になりますんでね、困ったな、質問したいな、これは分かんないよねっていうようなことがありましたら、ぜひともこの教えてチューター制度を使っていただけたらと思います。またですね、私がこうやってお話していますけど、なかなか、講座の内容なかなか伝わらないよという方もいらっしゃるかも分かりません。そのためではないんですけどもね、それのためも含めてですかね、レックの方ではお試しウェブ受講制度というものを設けておりまして、ほんの一部ですけども実際に講義の内容に関しまして、ウェブで確認することができます。今確認することができるのは、これは知識獲得講座のパート1の方ですね。それから、通貫実務対策講座貨物分類編、そして実践力パワーアップ講座の申告書編、それからもう一つ過去問攻略講座の方ですね、これの1回、ですね、これをご受講無料でできますんでね、そちらの方を受講していただいて、内容を確認していただくということでですね、チェックしていただけたらと思います。はい、以上ですね、私の方からはお話を終わりたいと思いますけども、ぜひとも私と一緒にですね、通貫試験の合格を目指して、通貫試験の受験にチャレンジしていただければと思います。はい、では何卒レク通貫試講座のご検討のほどお願いいたします。